仕業やな。うちらの花屋敷をこの間目に合わせたのは。こら、落ち着いて。被害を最小限に抑えるためにもみんなで協力しないと。 心配いらない。花屋敷は無傷で取り返す。 戦闘開始。 大神班のためにも頑張るで。
常に進化を求める、それが発明や。チビロボン錦起動。
とてもいいリズムですね。
カニャ転生オーカ転生大神さんの一言が私Thank you.
神さんの一言が私を強くしてくれます。吹雪起動。どうしたんや？ホームが止まるやなんて。言うこと聞かへんのや。どないしたんや。クアラ、どうしちゃったの。何してんねん。
言うことを聞くんや、ホーブ。呪縛したらそれで解決するんや。そうよコーラ、私たちは仲間でしょ。いつだって一緒だったでしょ。自爆なんかしたらダメだよ。コーラなら暴走の止め方考えられるはずだよ。私は後部の暴走の原因を調べる。みんなは被害を抑えてや。
これで動くはずや。頼むで、コーブ。よかった、コーブがうちの言うこと聞いてくれてる。みんなのおかげや、おおきみやで。うちの工房を暴走させた張本人やな。許さへんで。データにない機体だ。みんな気をつけて。起動。今後ブラワー砲撃。
神さん。よし、一刀両断。よし、吹雪。倒しました。結構手こずりましたね。花屋敷もそんなに壊れてへんし、みんなのおかげや。よかったね、コーラ。壊れたところはみんなで直そうね。蒸気が。どうしたって言うんだ。僕たちの工具も暴走するのか。ゼロになっとる。こんなことあるはずない。うちらの霊力がゼロになるやなんて。隊長、大丈夫ですか？どうしたんだよ。戦闘中に棒立ちなんてらしくねえな。しまって。さくらさんのことですから、居眠りをしていたのではありませんこと。あと少し遅ければ僕たちの後部も暴走したかもしれない。
行きますよ。勝利のポーズ決め。金色の蒸気になって消えちまったってことか。周辺を調査しましたが、大型魔装騎兵の破片は見つかりませんでした。ただこの能面だけが大型魔装騎兵の消失地点に残されていました。それと大神、昨日預かった金粉と同じものがこの能面から採取された。あ、多分あの金粉が金色の蒸気の正体だ。金粉からも妖力が検出された。なるほど、怪しいな。そいつが蒸気機関暴走の原因ってやつか。月組の見解も同じです。暴走した蒸気機械は金色の蒸気に触れたのでしょう。しかもあの金粉の揚力は霊力をゼロにするという特徴があります。霊力の弱い一般の人たちの蒸気機械ならすぐにでも暴走し始めますよ。そいつは厄介な代物だな。それで霊力の一番低いコーランの後部が暴走したのか。大神、後部の暴走を抑える方法、何か考えつくか。
あの金粉は霊力をゼロにするって言っただろう。霊力で守ることはできない。金色の蒸気に包まれて頭部が動かなくなっただろう。金色の蒸気がお前たちの霊力をゼロにするのに2時間もかからなかった。つまり戦闘が長引くとお前たちの霊力はゼロにされる。そうしたら後部も暴走するぞ。カヤマ、月組で何か掴んでいないのか。暴走した蒸気機械はすべて蒸気機関の中に金粉が入り込んでいました。つまり蒸気機関の中に金粉が入りさえしなければ暴走しないと思われます。確証はありませんが今はそれしか分かりません。なんとか金色の蒸気を後部の蒸気機関の中に入れねえようにしねえとな。困難かもしれませんが物理的に侵入を阻止しないと。例えばフィルターなどで。現場に残された能面と蒸気機関を暴走させる金粉か。大神、加山、おめえたち二人は引き続き調査を頼む。俺の方でも何か手が打てないか考えてみるぜ。大神、金色の蒸気と後部の暴走の話、花組にはまだするな。わからないことが多すぎる。無駄に彼女たちを不安がらせる必要はない。任せておけって、俺とお前の仲だろうが。それとな、これを用意してきた。受け取ってくれ。今日の戦闘現場に能面が残されていたし、何か関連がないかと思ってな。それにな、大神、最近緊急出動が続いていただろう。個人曰く、せいてはことを子孫じる。彼女たちにも休養が必要だぞ。もちろんお前にもな。
らさ、お静かに。お稽古中ですわよ。あなたはなぜ銀の食材もくれるというのだ。ジャンバルジャン、私はあなたの未来を、正しい心を信じています。私があなたを許します。許されました。よいか、ジャンバルジャン、人の罪を許し、人のために生きなさい。それこそが私の願い。そのためならば何も惜しみはしませんよ。ミリエル司教、ありがとうございます。ジャンバルジャンがミリエル司教に救済され、配信をする。良いシーンですわね。ですが、正しい道を解くのに物で釣るというのはどうかと。まあ確かにな。だけどよ、単に説教されるより効果あると思うぜ。あたいだったらあの銀の食材を見るたびに司教の顔を思い出すだろうしさ。注意ならどうなさいます。人を改心させるのに物を与えたりされますか。人の一生を変えるなら銀の食材などお安いですわ。ま、物をもらったから改心するなんて凄ましいと思いますけど。金持ちだからだよ。ジャンバルジャンのこと考えてみろよ。パンを食うのにも苦労するぐらい貧しかったんだぜ。あれだけ高価なものをもらったら
改心しようと思って。物には人の気持ちが宿る。銀の燭台はミリエル司教の気持ちが形になったもの。ジャンバルジャンは銀の燭台ではなく司教の気持ちを受け取ったんだ。僕にはわかる。僕もアイリスから花の冠をもらったから。まあ、おの、これはまた優雅ですわね。マリアさん、織姫さん、大神さんがこれから能を見に行きませんかって。ええ、わかったわ。先に行っててくれる？喧嘩しないの。ところで隊長、今日の舞台は高砂ですね。あの高砂って結婚式の時に舞う高砂ですか？そうです。夫婦がいつまでも仲良くいられることを願う舞です。あの大神さん、どうして能の演目に高砂を選んだんですか？
暗くなったよ。アイリス、なんだか怖い。変な感じがする。大丈夫よ、アイリス。舞台が始まると幻想的でとても美しいから。それは有限ですね。能の舞台はこの世とあの世をつなぐ橋だと言われています。もしかしたらお化けぐらい出るかもしれませんね。本当？ねえお兄ちゃん、お化け出るの？本当に本当、絶対に出ない？あの、大神さん、私も手をつないでいいですか？ええ。あ、役者の方が出てきましたね。美しいですね。吸い込まれそうです。素晴らしい舞でしたわ。この世のものとは思えませんでした。いいものはいいです。
会長、能面を見せてもらいに行ってもよろしいでしょうか。アイリス怖い。早く帰りたいよ。そないなこと言わんといてや。うちもあの能面興味あるねん。あれこそ職人の技や。能楽師が被ることで能面の命が能楽師に伝わり、幽玄の世界が広がる。隊長、ご存知ですか？もともと能は神様の踊りだったのです。人間が神様を演じて踊る。そして神様を鎮めたり称えたりしていたのです。私知ってます。神楽舞ですよね。仙台で見たことがあります。お正月に近所の神社で能楽師さんが舞っていました。そういう意味だったんですね。そう、能楽師はこの世とあの世をつなぐ特別な人と考えられていたの。さくら知ってる？銀座にもコンパル流という能楽師の一派がいたのよ。そうなんですか。そのコンパルさんが銀座の神様を鎮めてたんですね。かもしれないわね。隊長、どうかなさいましたか？悩み事があるように見えますが。神と呼ばれる能面ですね。確か化け物を演じるときに使う面だと思いましたが。
つながりがあるのでしょうか。金色の蒸気と能面、これまでの事故もすべて一連の事件かもしれませんね。隊長、そろそろ帰ろうぜ。もうすぐ晩ご飯だろ。舞台の練習は夕食後からにしましょう。それじゃ、用意ができるまで自由時間よ。はい。では隊長、私もこれで失礼いたします。食堂で待ってもらってますから、さっさ早く行ってください。それはこちらの可愛らしい売り子さんに案内されましたので。はい、大神さんが東京に向かわれてから昼寝ばかりしていたらグランマに怒られて、東京に行ってこいって。
私、大神さんに会えてとっても嬉しいです。胸もドキドキしてますし、今すごく幸せなんです。私との約束、忘れてませんよね。私を、大神さんの本当の恋人にしてくれるって約束。本当に長そうだな。要するに隊長に会いに来たってんだろ。その通りです。カンナさんってもしかして超能力者さんですか。パリからわざわざ会いに来るなんてとっても変です。そうですわね。エリカさん、他にご用があるんじゃありませんの。
グランマとサコミツ大使からお手紙を預かってました。ムッシュ・ヨネダはどこにいらっしゃいますか？そうですか。ではお願いしますね。それでは皆さん、また後でお話ししましょうね。行ってきな。なんでパリ歌劇団のエリカじゃねえか。来るなんて聞いてねえぞ。はい、私も言ってません。でも来ちゃいました。そうか、遠いところよく来たな。で、俺に何か用か？はい、グランマとサコミツ大使からお手紙を預かってきました。はい。どれどれ。おお、なるほどな。さすがサコミツだな。ケイトの事故のことをもう知ってやがる。鉄壁のサコミツと呼ばれるのにはそれなりの理由があるってことだ。楓君、加山に銀座文書を手に入れろって言っといてくんな。銀座の成り立ちや伝承について書かれている書物だ。サコミツも今回の事件は銀座の土地に関わるものだと考えてるみたいだな。確かに暴走事故は銀座の周りでばかり起こっているようだしな。よし、エリカ、ご苦労だった。今日はもう休みな。長旅で疲れただろう。はい、私、今日は泊まるところがないんですけど。それなら私の部屋に来るといいわ。今日は一緒に寝ましょう。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。じゃ、大神くん、エリカは私の部屋に案内するわね。
それでは大神さん、おやすみなさい。立ち聞きしていたのではありませんわ。バカ、な、何言ってんだよ。それじゃ隊長、あたいたちも行くから。